米国台湾の玄関口で一緒に遊ぶ中国。米国は海峡を越えて繰り返し艦船を派遣し、台湾が風に加わるのを支援したが、中国は島の近くで多くの演習を行った。5月13日、駆逐艦アセス、マッキャンベルは南北方向に台湾海峡を通過しました。これは今年、中国本土と台湾島の間を海上を移動する6番目の米国軍艦です。この活動は台湾の英語指導者である太平が就任するわずか1週間前に行われました。大使はワンチャイナ政策に反対する立場で2期目の再選を果たし、北京の影響力の高まりから台湾の擁護者であると主張しました。米国側が関連する問題を適切に処理し、地域の平和と安定を構築する役割を果たすことを望み、その逆ではないと外務省のスポークスマンは述べた。クワック・チェイ・ラップ・キエンは台湾海峡を渡る最新の米国軍艦のパトロールについてコメントしました。これはパンデミックに関連したワシントンと北京間の緊張の中で、最近台湾島の玄関口で米国と中国が実施した一連の軍事作戦の最新のものです。COVID-19 台湾の国防軍は先週、中国の Y-8 航空機が島周辺の防空識別ゾーンに入ったとして非難し、台北に戦闘機の配備を強要した。台湾当局は航空機の特定のタイプを指定しませんでしたが、中国は Y-8 輸送機から開発された早期警戒及び電子戦の編集を運用しています。駆逐艦アセス、マッキャンベルは日本の新聞共同通信が中国軍の匿名の情報筋を引用した直後に台湾海峡を通過しました。南シナ海での戦闘作戦を担当する部隊である南部地域司令部は8月に海南東沖で訓練するために多くの水陸両用船、ヘリコプター、ホバークラフト、海軍艦艇で前例のない力を配備しました。情報筋によると、演習のシミュレートされたターゲットは、現在台湾の防衛軍によって制御されている、南シナ海の北東に位置する、ドンサ群島です。ドンサ群島は、海南島に駐留する中国海軍の太平洋へのルート上にあるため、これは、北京の活動を拡大する野心を持った戦略的地位と考えられています。4月、米国の電子偵察機がドンサ群島の近くに13回出現し、中国軍のデータを収集しました。台湾沿岸警備隊はドンサの軍事ステーションが来月ライブの消防訓練を実施すると発表しましたが、台湾国防庁の計画及び運用局長は敵対的な力のあらゆる動きを監視し、島々との戦いと防衛の準備を維持するためのバックアップ計画を準備しました。同氏はまた、北京と台北はどちらも盲目である。偽の危機である。ドンサ群島は中国陸軍が水陸両用キャンペーンを開始し、その後の結果を占領して苦しむことに値するものではない。攻撃する価値のある唯一の目標は台湾の島であり、上海のアナリスト、NI レキシイングは言った。米国と中国人が台湾の島の近くを移動することは権力競争の一部です。二つの大きな力の間で、ドナルド・トランプ米大統領は3月に国務省に措置の報告を要求する二つの会員の支援を得て、台湾国際同盟改善保護イニシアティブ台北に署名しました。台湾との外交関係を強化する。ホワイトハウスの所有者はまた、台湾の自決を強く支持し、権力を握って、以来、党の大規模な武器販売契約を推進してきました。一方、中国は最近、台湾への圧力を強め、台北が分離主義を追求し、大規模な海軍と空軍の演習を繰り返し行う、場合、代償を払う必要があると脅迫しています。台湾を中心に、台湾問題はまた、COVID-19 のパンデミックに関する米国と中国の間の最近の不一致で浮上しました。トランプは流行を隠蔽し、世界が COVID-19 に対応するための準備に貴重な時間を浪費し、世界保健機関、WHOをバイアスのために中国で非難し、パンデミックは悪化します。
米国は中国の圧力により2016年に島がこの役割を奪われた後、オブザーバーとしての台湾の風への復帰を強く支持した。5月14日、米中経済安全保障検討委員会、ASCは、北京が、台北が、風に参加するのを同時に阻止することにより、同時に世界の健康を弱体化させたと主張するレポートを発表しました。組織に台湾をメンバーとして認めることを求めた。フーヌ・テッドロス・アドナム・ゲブレイサス事務局長は、すべての加盟国の同意なしに、台湾をオブザーバーに招待することはできないことを、後に確認した。中国は抗議し、ASCク提案を、ナンセンスと呼んだ。チャイナ・デイリーは、北京が1月3日に、台北に、新ウイルスの到着を通知したことを確認しました。湖北省で危機が勃発した直後、台湾代表団は、呉に行くことができると強調しました。状況を直接評価する、反1月13日。彼らの本当の意図は、海外からの支援を求め、パンデミックを独立の言い訳として使用することです。我々はこれに強く反対します。彼らの陰謀は決して成功しないでしょう、と、スポークスマンの張は述べた。同時に、ラップキエン氏は、ワシントンに、ワンチャイナの原則を遵守し、台北への支援をやめるよう要請した。武漢ウイルス学研究所の専門家が、コロナウイルスの起源を発表。中国の有力なウイルス学者、シゼングレイが、コロナウイルスの起源に関する最新の研究を、発表しました。biorxiv.org に、掲載された記事で、感染症部門の責任者武漢ウイルス学研究所の THCHCHNHL 女子は、中国のバテイコウモリは、SARS 関連コロナウイルス、SARS 亜株の自然宿主であると述べました。5月15日に発表された研究は、異なる遺伝的変異を持つ、様々なコロナウイルス株を含むバテイコウモリ、特に、それらのトゲのあるタンパク質を特定しました。この文書は、ウイルス株が病原体を広めるために絶えず、進化しているという証拠も提供していると、SCMP 新聞は報じた。SARS 亜株に感染したトゲのあるタンパク質は、ヒト ACE2 分子に結合する化合物のレベルが高いと報告書は述べている。特に、ACE2 分子は、コロナウイルスが人間の細胞に付着するのを可能にするタンパク質です。以前の研究では、コロナウイルスが COVID-19 に遺伝的関連を引き起こしたと考えられていました中国南東部のコウモリのコロナウイルスに密接に。以前、タックチンルさんはコロナウイルスの起源について多くの論争の的となった研究も行っていました。先月、米大統領ドナルド・トランプはコロナウイルス株が武漢ウイルス学研究所に関連していると主張しました。一方、米国の諜報機関は、ウイルスは人間によって作成されたのではなく、病原体の起源を確認するためにより多くの情報を調査していると述べました。トランプ氏は、フーの資金を中国と同じレベルに戻す計画。ドナルド・トランプ米大統領は、中国と同様にフーへの援助を 10% 回復することを検討しており、トランプ米大統領は16日、政府が医療機関に関連する多くの提案を検討していると述べました。ロイター通信のチャンネル、FOX ニュースによると、ワシントンは古い貢献の約 10% を貢献することを提案している世界保健機関、WHOはトランプ大統領が利用可能であると述べた草稿を引用しました。中国の WHOへの貢献により、WHOの資金を部分的に回復する用意がある。現在、米国は、フーの最大の援助国であり、年間約4億ドルの援助をしています。したがって、米国が拠出金を 10% に戻すことを決定した場合、フーに対する米国の年間資金は4.0米ドルになります。フーへの貢献の再開についての批判に応えて、トランプ大統領は5月16日にこれは、検討中の多くのアイデアの一つに過ぎず、最終的な決定はなされていないとツイートした。トランプ大統領は4月14日、誤った情報を宣伝している組織を非難し、
フーへの米国の貢献を一時停止したと強調した。中国での COVID-19 の発生。トランプ氏はまた、米国政府は、フーの再評価を行うと述べた。フーの当局者は、この告発を否定しているが、中国は、それが透明で、開かれていると主張している。国防省、海と島の主権を侵害する行為を迅速に防止する。中国は4回、地質調査船、ハイドワング8と、ベトナム海域に違反する、警戒船、DK1 リーグの北のエリア、及び2012年に違法に入札するように誘われた9つの中国の区画を送りました。協会、ベンチェ省の有権者は、東海の不安定さ、中国の船によるベトナムの排他的経済水域と、大陸法への導入について心配しています。さらに、ダナン、ホーチミン市及び他の多くの地方の有権者はまた、東海の状況についてより多くのメディアの報道があるべきであると示唆しました。これに対して、国防省は、東海情勢が最近複雑化していることを確認した。中国は、世論と国際法にもかかわらず、南シナ海を独占するという野心を諦めず、その分野での存在と支配を、ますます強化しています。中国は政策をより柔軟に調整し、外交的及び経済的、レバーの使用を増やし、国に影響を与え、東海問題における、中国の見解を支持するように誘惑した。状況を緩和し、南シナ海問題への米国と主要国の関与を減らすために、ASEAN 諸国と南シナ海行動規範、COCを開発することを積極的に表明した。現場では、中国は政策や活動について、より徹底的であり、石油やガスの探査や東海での探査を促進し、ベトナムを含む国々の水域を侵害しています。特に、2019年7月4日から10月24日まで、中国は、ハイズオン地質学8の調査船とベトナムの海域、DK1 及び旧プラットフォームの北部地域に、侵入する警戒船を4回実施します。地質調査船、ハイドワング8の行動は、ベトナムの主権、及び管轄権に、重大な違反をしました。中国の活動とともに、域内諸国の主権を主張する活動や、域外の大国の東海への関与などにより、東海の状況は複雑化しています。計画を立てる、驚かない。この状況下で、国防省は、東海の状況を評価及び評価するために、省庁、支部及び沿岸地方と緊密に調整してきました。海と島に対する主権の保護について、党、州、政府に助言する。国防省の機能部隊は戦闘準備タスクを徹底的に把握し、維持しました。船を任務に配置し、主要な海域を巡回し、管理し、あらゆる状況が発生した場合に対処できるようにして、祖国の海と島の主権をしっかりと守るために、断固として粘り強く努力します。国防省によると、ベトナムは近代的な兵器や装備を調達し、積極的に研究開発された装備やハイテク兵器を使用して状況を把握し、海を管理する能力を強化しました。国防省は、主要海域の警備船の勢力を強化し、定期的にパトロールと制御を組織して、海と他国の島々の主権に対する侵害行為を迅速に検出及び防止し、海で起こっている状況をうまく処理するために、驚かないように処理することを計画しています。国防省は、海と島の主権を守るための闘争は、重要で敏感で、長期的な問題であると強調した。したがって、共通の見方は、断固として永続的、もちろん普遍で、改善可能の精神を理解することです。断固たる、ホールドの原則に属するもの独立、主権、領土保全に属するものは妥協しませんが、私たちの国を維持するという私たちの文化的伝統は平和であり、海洋主権を維持するため、適切な措置を講じる必要があります。島々、しかし政治を安定させ、国家開発のための平和な環境を維持する必要があります。その上で、ベトナムは、アンクロに従い、海、島、排他的経済水域及び大陸法に対する主権、
主権及び国の管轄権を断固としてかつ一貫して擁護した。1982協力と同時に国際法に従って平和的手段により紛争を積極的かつ一貫して解決すること、状況をうまく処理するのに十分強力な海軍を構築する同時に孤立することを避け、国際、地域、主要国の支援を求める。他の国が国と国の利益を支配し、誘惑し、分断し、害を及ぼさないように、独立した自律的な視点を維持する。国防省はまた、適切な時期に、積極的に準備し、文書を収集し、国際戦闘のための法的文書を準備する必要があると述べた。東海の複雑な状況を利用して、政治的不安と、社会秩序と安全を引き起こし、誘惑することで、歪曲した主張に断固として、異議を唱えます。